の日記始まるよ。もうすぐ夏の甲子園なのでペヤング甲子園をやりたいと思います。今回食べる味はイカスミ、普通の味、ずっとからマックス、ホイコーロー、あ、合ってる？合ってる。ハイカーラ、ハイコーロ、たこ焼き、たこ焼き、チャーハン、チャーハン、中華風焼きそば、塩ガーリック、この8種類です。辛い、激辛と、激辛と夜のペヤング、夜のペヤング、夜の大人のペヤング。どんなの？白。これは今回はやめとこうか。優勝の予想？うん、そう。どれだろう。でも意外と一番これ普通のが美味しいから。あ、でもこのこれ塩ガーリックも気になってるし、あのこのたこ焼きも気になってる。今でも今は一番これかな。塩ガーリックこれが美味しいと思う。今から抽選をします。トーナメントでいきます。イカ高校、イカ高校7番、ペヤング高校、全部ペヤング。1、もう普通のが1になる。バカラマックス2、ハイコーロー6、たこ焼き高校4、次はチャーハン高校8、最後中華風高校5、最後確定じゃん。3です。3番空っぽになりました。はい、じゃあこれでおさらい。ペヤングとスッパカラマックスの2人で戦い、はい、次3番4番塩ガーリックとたこ焼き風高校とで戦います。はい、5、6番目中華風焼きそばとホイコーロー、ここ戦います。7、8イカスミとチャーハンで戦います。ここ最後です。第1試合、通高校対スッパカラマックス。第1試合に間もなく開始でございます。こっちが1番、こっちが1番、最初はさ、普通のって最高だね。すごいよね。それ最初、やっぱこれたまたまだけどさ、これ最初に1個目、普通でいいね。じゃあ次2番いきます。はい、辛い。これもなんか勝敗見えてる気がするけど、みんなにまず食べてもらいましょう。はい、結果発表。結果発表はちょっとこれ辛すぎちゃった。辛すぎちゃったね。泣けてくるぐらい辛いから、辛いのが苦手な人はあんまり食べないようにします。で、勝者は、勝者はじゃん、じゃん、普通高校勝利。イエーイ、うちの勝ち、うちの勝ち。次は塩ガーリック高校とたこ焼き高校で戦います。うん、うまい。うん、おたこ焼きいきます。何？いや、たこ焼き、めっちゃたこ焼き、たこ焼きの味がするの。うん、マヨネーズ入ってないの。ここに天かすがね、入ってるんだよ。うん、美味しい。じゃあみんなで食べるか。うん、すごく悩んだけどたこ焼き味にしました。どうしてたこ焼き？わからない。リナはガーリックよかったね。悔しいの。
中華風焼きそば高校とホイコーロー高校はいで戦います。胡椒がめっちゃ効いてる。胡椒効いてる中華風でラーメンみたいな匂いが。それはしない塩味です。塩ラーメン。ラーメン。いや、違う、塩焼きそばだよ。ホイコーロー高校。ホイコーロー高校。あ、あるね。ネギと一緒に食べる。ネギ入ってんだ。うん、ネギ入ってる。なんか普通の焼きそばに具が入ったから味はそんなに普通の焼きそばと変わらない。ああ、そう、うん、でも思ったよりとても美味しかった。みんな食べてみて。結果はこのホイコーロー味が勝ちました。よし、これも美味しかったけど、うん、具がちょっと苦手。キクラゲ。あー、それリナ嫌いなだけや。そう、それだけ嫌なところ。ホイコーローすごい、確かにホイコーローの味したね。普通のペヤングだったけど、味は具が違うだけだったけど、そうか、美味しかった。ここまでのもっていいの、もう一個。よし、第4試合、イカスミ味とチャーハン味を食べます。臭い。イカスミ高校。イカスミが臭いの？そう。はい、まずはイカスミ。これぐらいって1本わかんない、1本じゃ。ちいいんだよね。あくっていい？うん、まずい。はい、出ました、今日初めてのまずい。どんな味がするの？変な。残念でした。バイバイ言ったよ。うん、うん。8番なんだっけ？チャーハン。チャーハン高校。どう？焼きそばとチャーハンが混ざったら。あ、なんか、あ、あれだ、あの、カップラーメンの塩味。あー、そんなチャーハンっぽくないんだ。うん。食べてみる。うん、肉。おいしい。肉？うん。結果発表。勝者はじゃん、チャーハンですよ。理由は一、なんか臭い、し、なんかまずい。あくまで個人の意見ね。これなんかカップヌードルみたいな味がする。あ、そうだね。シール入ってたら多分カップヌードル。シールって言ってた。シールね。はい、1番勝ちました。準決勝やりたいと思います。今日は多分こっちが勝つと。でもさっき食べたもん、今味は分かるんだけど。結構しっかり食べるんだ。あれ4番何だっけ？たこ焼きか。あー、迷うところ。どっちも美味しい。じゃあもう一回みんなで食べてみようか。うん、結果発表。全員一致して、一致でしょ、たこ焼きになりました。これね、よく食べる味だから。そもそもちょっと、うん、うん、そういつでも食べれそう。ああ、そう、味そういうこと。もう一個上。はい、みんなで食べましょう。結果発表。またまた一致してチャーハンになりました。イエーイ。こっちも美味しいんだけど、うん、さっぱりしてる方。それ、お腹いっぱいだけじゃね。違う違う、さっぱりしてる方。決勝が来ました。たこ焼き
結晶だからちゃんと味わってる。ちゃんと味。お腹いっぱいだ。みんなも聞いた。口の中両方入っとるけど大丈夫。食べっぷりでわかるけどね、なんかね。あ、みんな食べましょうか。結果発表。どっちが美味しかったか発表します。じゃん。チャーハンでした。1位はチャーハン。どう違った？4番は。さっぱりした。チャーハンのさっぱりした。美味しかった。なんかあのカップヌードルの味に似てたよ。そう。カップヌードルも美味しいから。カップヌードルでいいんじゃね？みんなもやってみてね。バイバイ。また見てね。